このメガネの度数が大きすぎて、もう見てこの目のちっちゃさ。目が見えるので早速つけさせていただきます。カラコンはですね、サッシープロデュースのトパーズですね。デートトパーズっていう色をつけてます。聞いて、髪の毛茶色にしてん、わかる？茶色に合うカラコンにしないとと思って、前まではトパーズシリーズの違うやつしててんけど、デートトパーズってやつがいい感じの茶色かなと思ってやってます。三白眼ってさ、人によったら美しいって言ってくれる人もおると思うけど、私の三白眼はほんまにちっちゃくて、三白眼どころかもう四角眼っていうぐらい黒目がちっちゃいんですよね。見といてな、もうこの目の大きさの変わりを。痛い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 、めっちゃ変わらん。絶対裸眼で歩きたくないねんな。大学1年生の時はでも裸眼のこの目になれないとと思って頑張って裸眼で行っててんけどさ、ある日さ、この世で一番ムカつく女みたいな女友達がおって、その子に目がちっちゃいとか鼻がブサイクとかいろいろなんか言われて、はぁーと思ってめっちゃブチ入れたっていう話。まずさ、人に対してさ、容姿がどうのこうの言ってくる人ってほんまにヤバい。今編集中の私なんですけど、まあ、でも、まあ、容姿をさっていろいろ言われたから自分のちょっと顔を気にするようになって、メイクとかをいろいろしてみようっていう気持ちが芽生えたから、まあ、ペコパさん風に言うと、美意識に気づかせてくれてありがとうみたいな感じの、ポジティブな感じで考えることができる。はい、まずファンデーションはこちらですね。ミシャを塗っていきます。朝さ、その会社勤めとかしてからさ、できるだけメイクの時間を小さくしたいやんか。だからこういうクッションファンデバーって塗った方がいいかなと思って、もう急いでる時はさ、マスクから正味さ、ここしか見えへんやんか。だからもうここだけ塗ってる。半分からこっちは自然の肌色で、半分から上は調整した肌色。お昼の時間に見たらヤバい人と思うよな。あの子メイクあからさまにやってないとこ分かりすぎちゃうみたいな。最近もうコンシーラーがなくなってきたから、新しいコンシーラーを使おうと思います。これですね、別にデビューとか何も見やんと買ってんけど、なんか最近ケイトが結構好きで、ケイトのさ、アイシャドウが好きやねんけど、フェイスリメイクコンシーラーってやつを使います。最近結構な荒れた生活してるから肌汚いねんな。化粧をしたまま寝ちゃうということをめっちゃやっちゃってて、朝に急いでお風呂入ってとか、ちょっとブラシ取ってきたついでにリポビタン持ってきたんですけど、リポビタン D めちゃめちゃ好きで飲んでて、これ箱買いしてんな。マジでこの味好きやねんな。はい、ということで次はお肌にマシュマロフィニッシュパウダーですかね、キャンメイクの、これを塗っていきます。ブラシを全然洗ってないから、洗わないと、何ヶ月もこれ洗ってない自信ある。次アイシャドウですね。パッて見たら絶対お前黄色使いみたいな感じの、それぐらいこの黄色が強調してるんですけど、今日は黄色はお使いにしません、ごめんなさいね。この上の茶色を使います。じゃあ昨日インスタライブしてたんですよ。視聴者さんのコメントで、明日好きな人とご飯食べに行くみたいな、遊びに行くみたいな、そういうコメントを送ってくれた方がいらっしゃって、いいなー、楽しんでねーって言ったんですけど、よくよく考えたら、そういえば自分好きな人と2人でご飯食べに行ったり遊びに行ったことないって思って、男性とご飯食べに行くとか遊びに行ったことはあったから、自分の中であったような気がしてんか、楽しいよな好きな人とご飯食べに行くのとか思ったけど、よく考えたら、え、自分ご飯食べに行ったことすら、遊びに行ったことすらなくない、2人でと思って虚しくなっちゃった。この茶色のやつを次はチップにつけて下のところに塗ります。できるだけね、この目元をアーモンドアイみたいな感じにしたいんですよ。だからこのここの直線をいい感じにこう伸ばせるように描くというか、それそういう感じです。大学生の時に顔だけの推しみたいな感じでさ、同じ学科のさ男の子で、もう顔がめっちゃ可愛くて、私童顔の顔がめっちゃ好きなんですけど、やばいこの子めっちゃ推しいと思ってグループワークとか一緒やったんですよ。でだからもうその子になんかもうアイドル的なノリでめちゃめちゃもう崇拝してて推してて、授業以外でさ廊下で会うたんびに「おはよう」とか「よっす」とかめちゃめちゃさ声かけたりとかして、授業前とかもう時間あったら多分喋りに行ってた、ことあることに話しかけに行った。あのメンタルどこ行ったんやろな、よくよく考えたらすごいな。それでさ、ある日 LINE で授業のこれどこやったっけみたいな感じの LINE をしてくれたことがあったんですよ。私その時に、これは遊びに誘うチャンス、ビーバータイム、マリオカートのあのさ星手に入れた時みたいな感じで、パッパッパッパラッパラッパッパッパラッパラッパッみたいな感じで、もうなんかいけるんじゃないみたいな感じで思ったんですよ。はい、続いては次もこちらケイトのシャドウです。茶色の方をね、この目頭に塗ります。自分目が離れてるから、できるだけここをなんか黒い色にした方がいいなと思って、でも真っ黒は似合わへんから茶色とかで。ちなみにこのメイクはそんな会社に毎日していてない、普段はほんまに適当やで。なんかそれでさ、これは遊びに誘うチャンスって思って、遊びに行こうって言ったら、いいよって言ってくれて、まあ遊びに来いとご飯やけど、この年になってもすぐ小学生みたいになんかご飯食べに行くこと自体も遊びに行くって言っちゃうよな。でめっちゃ舞い上がって、あ、やったーって思ったのに、その遊びに行く1週間前に連絡来て、夏休みやったんですけど、帰省する予定になったから無理っていう感じ言われて、絶対帰省する予定とか前々から決まったやみたいな、しかも絶対行く気なかったやろみたいな思って、まあでも私がさ一方的に好きやったから、向こうからしたらそんな気ないからさ、てかもしさそれに行ってたら恋愛的な好きじゃないけど好きな人と2人で遊びに行くっていうさことがなってたんかもな。あとさ動画で何回も言ってるけどさ、例の某男子はさ2人で遊んだことないから、よくよく考えたら一緒に電車
車に乗って帰るとかもあったけど、みんなに2人で遊びに誘ったらいいやん、そんなに好きやったらって言ったら言われるけど、そのたびにいやーちょっとその2人で遊びに行くで誘ったら向こうからちょっと変な感じと思えるやんか。今までちょっと仲良くて友達みたいな感じで接してるのに、急にそういう感じでなんか色恋みたいな感じのオーラ出したら好きってバレちゃうやんみたいな感じで、もう絶対に好きってバレたくない変なプライドみたいなのがあって、結局誘われへんか、誘わんかったな。誘ったとしてもさ、なんでお前と2人でご飯行かなあかんって思われそう。なんか周りからほんまに兄弟って言われるぐらいめちゃめちゃ仲良かったんですよ。友達みたいな感じのめっちゃ仲いい感じで、急にこっちだけが一方的に好きになってるだけなのにさ、ご飯に行こうって急に2人でなんか女子っぽい感じのオーラ出したらさ、恥ずかしいって思っちゃえへん。何してんやろ自分、恥ずかしいって。次、リカフロッシュのこのオレンジの色をこの涙袋に塗ります。できるだけこのこっちのオレンジとも混ぜて、この涙の線をここら辺までなんか広げていきたいんです。説明不足なんですけど、そういう程度お願いします。某男の子がさ、そう、友達捨てにね、関西で働いてんのかなっていうのが分かるぐらいねんか。だからどこを電車の線路で使ってとかそういうの全然知らんねんけど、なんかいつも私大阪駅に着いたらめっちゃキロキロしちゃうねん。どっか歩いてないから、どっか歩いてないからめっちゃキモない、やばいよな私。ちょっとねじねじ考えちゃうねんな。占いに行ってどうしたらいいか聞きたいと思って。でもさ、占いってさ、当たるとか当たらんとか言われるやんか。だからもうじゃあ3人ぐらい聞いて、もうセカンドオピニオンどころかサードオピニオンぐらい、もう一回連絡を取ってみるべき、連絡を取らないべきっていうその二択を作って、いろんな占いさんのとこ行って多数決取りたいにな。占いそんなに信じる派とかじゃないしさ、普段もそんな占いとかめちゃめちゃ見るとかじゃないけど、なんかたまにねしたくなる時期がありますよね。ちょっとここ引けたかな、このこうなんかほんまにさ、美しい人ってさ目がこういうアーモンドアイやんな。そして次、アイラインを塗ります。アイライン結構長めに引く、これ引きすぎたかな、引きすぎそして次、眉毛を塗ります。黒色の時にねちょっと薄くしようと思って、いろんな種類のこのエクセルのやつ買ってきてんな。ナチュラルブラウンを使います。この前眉毛脱色したから結構薄くなってるから、このままやっていきましょう。今ずっとねあの音楽が流れてる天秤の歌、鈍感な僕を叱ってほしい。最近ねまつげパーマはあったんですよ。だからもうビューラーは何もせず塗っていきたいと思います。マスカラなんですけど、ピックラッシュカーラーですね。ピックラッシュカーラーが一番好き。最近なんかほんまにちょっとあの照れくさいけど、可愛くなるために頑張りたいと思って、まつげパーもあったり、まつげ美容液を塗ってみたり、最近おろそかにしてるけどちょっとパックをしてみたり、なんか頑張ってる。自分の目がコンプレックスやねん。このここがこういう感じにキッてなってないからさ、丸いねんか。自分の目はこっちをね濃くねマスカラを塗ったらいい気がして、最近こっちを重点的に塗って頑張ってます。下まつげも塗るけど、なんか下まつげ塗りすぎたらな、めっちゃメイクしてる人みたいになるからな、ちょっとだけ塗る。下まつげもな、まつげパーもあったけど、そんなにめちゃめちゃ効いてる気しやねんな。もうこの6月さ全然人に会ってなくて、人に会ってなすぎてほんまにそろそろ乾ききる、乾いてる上でさらに乾ききる口紅なんですけどね、私なんかリカフロッシュめちゃめちゃ買ってるんですけど、あの失礼かもしれないけど、めっちゃ古川由香さんのめっちゃファンとかでもそんなでもないねんけど買っちゃうねんな。あったら新作が出たから買った、このリカフロッシュの黄色のやつで、次またこのリカフロッシュのこれをチン塗ります。この状態でさあ濃く塗るのは正解なのか正解じゃないなのかちょっと分からんけど、マジで自分なこの目頭がもっとクイってなったらもうちょっと可愛かった気すんねんな。目頭切開メイクとかしようかな。あれってさ近くで見たらめっちゃ描いてるなって分からへん。全然ちょっと違う話やねんけど、昔小学生の時錦戸亮さんのここの涙袋に憧れて、マッキーで思いっきりここにぐる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 描いて小学校行ったんです。もうじゃあみんなにそういうのにどうしたんってめちゃめちゃ言われた記憶がある。だからそういうさ変な小細工みたいなのしたらね、すっごいあからさまにバレそうな気すんねんな。できました、きっと。そして髪の毛をします。一番大事なノーズシャドウを忘れて、最近ノージュシャドウやって大事さをすごい分かってきましたよ。これなかったらマジでのっぺらぼうに見えちゃうからな塗りすぎた。めっちゃ昔無印で買ったこれピンクのねチークを塗ります。これ茶色のさノーズシャドウ塗ったペンでいつも描いてるんですよ。内緒ですよ内緒。パッパラー、毎日メイクが完成しました。ちょまつげパーマしたら結構ね目がね、あの二重がパッチリするというか、上のこの皮膚が薄い系の方やったらまつげパーマしたら結構ねくっきり二重になるかもしれん。私結構くっきり二重に今なってる、まつげパーマのおかげで。いつもね微妙な二重なんですけど、だからもしかしたらまつげパーマいいかもしれん。ってことでありがとうございました。バイバーイ。